の終点、取手駅の到着は、上りホームの4番線です。取手折崎、藤代、龍ヶ崎市、牛久、土浦、水戸方面おいでお客様は、どうぞ次の天皇台駅ご利用ください。同じホームで乗り換えができます。終点の取手駅で下り列車を乗り換えの際には、階段エスカレーターを渡りましての乗り換えになります。ご注意ください。次の天皇台からこの後参ります春日行き、降りましたホーム1番線から19時47分です。The next station is Tennōdai, JJ9. The doors on the right side will open.はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は JR 東日本常磐線の天皇台駅に来ております。本日は快速電車ではなく各駅停車の話題となります。常磐線各駅停車は JR 東日本の中でですね、一番最初にあるものをクリアした路線に、なっております。今もすでにですね、画面上にヒントが出ておりますけれども、山手線よりも早く、そして京浜東北線よりも早く、中央快速線よりも早く、各駅停車よりも早く、あるものを達成いたしました。こちらを見ていきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。列車が到着いたしますと、ピロロロピロロロピロロっていう音が鳴りまして、ホームドアが開きますよね。そうなんですよ、常磐線各駅停車はですね、なんと、JR 東日本の山手線とか京浜東北線を差し置いて、未来に行きました。なんじゃそれっていう話だと思うんですけれども、なんとですね、あ、なんか来た、なんだ、普通の色ですね。はい、山手線や京浜東北線を差し置いてですね、なんとですね、常磐線各駅停車の取手から綾瀬までの全部の駅にですね、なんとこのホームドアを設置しました。設置率がですね 100% に初めてなった路線です。山手線は、渋谷駅と新宿駅、この2駅にはですね、まだホームドアが設置されておりません。京浜東北線も設置されてない駅はですね、まだ複数ありますけれども、この常磐線各駅停車がですね、 JR 東日本で一番最初に、全部の駅に設置されました。先日阿鼻子駅に、最後設置されまして、まあ、それでめでたくですね 100%、ホームドア設置完了ということでですね、結構このホームドアってね、効果あるっていう風に証明されておりまして、皆さんここ最近の山手線の人身事故が発生した駅ってご存知でしょうか。そうなんですよ、渋谷駅、そしてもう一つ新宿駅、この2駅はですね、常磐線じゃないな、ごめんなさい、山手線で、ここ最近ですね、結構人身事故が頻発化しておりまして、その2駅って共通なのはですね、ホームドアが設置されてない2駅なんですよ。で、常磐線各駅停車、私は知ってる限りはですね、ここ最近しばらくですね、人身事故発生しておりません。まあ、快速線はこんな感じで、まだホームドア設置されてないんですけども、各駅停車に関しては、もう4つドアの、まあ、同じ車両の長さとかで統一がされておりますので、で他車線からの乗り換えの、乗り入れに関しても、千代田線と小田急線っていう感じで、まあ、特急電車も走ってないですし、4つドアの車両で統一はされておりますので、まあ、それが理由で、一番最初に統一することができたということで、常磐線各駅停車沿線の皆さんおめでとうございます。ただ逆に言うと、常磐線各駅停車をですね、ホーム上で撮影するっていうのが非常に今回の全駅ホームドア設置で難
難しくなってしまいました。マホームドアは完全設置前にですね、本当はちゃんと写真撮影とかしたかったんですけども、ちょっとそれがですね、叶わぬ状態に至ってしまいまして、まあ駅の端っこから撮る分にはもう全然問題ないかなと思うんですけども、ホームから、撮るっていうのは今もう設置率 100% の常磐線各駅停車に関してはちょっと難しい状態に、なってしまっております。なので皆さん、常磐線各駅停車撮影する際には、十分ご注意いただければと思います。いや、すごいですね、全駅に設置ってなかなかできないことですよね。山手線も渋谷と新宿に設置すれば終わりじゃないかっていう話なんですけど、その渋谷と新宿結構今課題が残っておりまして、新宿駅に関しては中央総武各駅停車と同じホームになっているっていうところもありますし、渋谷駅に関してはもう少し改良工事が入るっていうところがあるので、まあいろんな理由でですね、まだホームドアは設置できませんよっていう風な状態になっております。それに対して常磐線各駅停車は、千代田線系統の1万6000系と小田急線の、4000系と、あと JR 東日本の E233 系の2000番台という、まあ、3種類でですね、統一されました。以前はですね、203、207、209系1000番台、今中央快速線で活躍しておりますっていう車両と、あとは、メトロはですね、6000系、06系、まあその辺も活躍をしておりました。まあその時代にですね、ホームドア設置するっていうのはかなり難しいんじゃないかなという感じです。で、快速線はですね、E531 系と E231 系、ドアの位置が微妙に違うんですね。近郊型と、通勤型 E231 系が走っておりますので、まあ E231 系がですね、多分 E235 系とか、その次の E237 系に置き換えがされると思うんですけど、その時はですね、E531 系とドアの位置を揃えてあげれば、あとは特急電車をなんとかすればホームドアの設置はできるという感じになるのかなと思っております。次に全駅設置されるのはどこの路線だろうっていうのはちょっとね、なかなか予想が難しいんですけれども、ともかく常磐線各駅停車、まあ、一番 JR 東日本で安全な路線になりました。まあ、ホームドアもスマートドアの駅と、まあ、通常のホームドアの駅とありますけどね。あれ、赤電が来た。あらららら、付属編成の赤電ですね。いやー、嬉しい、ありがたい。後ろは青電ですね。なので前だけ赤電、しかもトップナンバーですね。いやー、じゃあこの赤電で帰りますか。いやー、運用とか見ないで赤電来ると嬉しいですよね。まあ、運用見て乗るっていうこともありますけど、今回運用全然見てない状態で来てくれるとすごい嬉しいもんです。扉が閉まります。駆け込み乗車は